はい、どうも皆さんこんにちは、ララマモです。今回は業界最小最軽量クラスのノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドホンを紹介します。それがこちらのアビオット WAQ1。 コンパクトでファッション性に優れているだけでなく、機能性も充実したワイヤレスヘッドホンです。見てわかる通り非常に小型軽量で、なんと重量は約 165g と業界最小最軽量クラスのノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドホンとなっています。特にこういう耳の周りをねしっかりと覆ってくれるオーバーイヤー型と比べるとかなりねコンパクトになっていて、 WAQ1 はオンイヤー型といって耳の上にね乗せるようにして装着するヘッドホンになっています。そのオンイヤー型でノイズキャンセリング搭載って非常に珍しくて、小型軽量でもしっかり遮音して音楽に没入できるヘッドホンとなっています。これだけコンパクトでも再生時間は最大55時間と十分すぎる長さですし、2台同時に接続できるマルチポイントにも対応で使いやすさも追求されています。それでいて1万円ちょっとの金額なのでかなりコスパも良くてね、女性の方からも人気が出るんじゃないかなと思います。それでは詳しくご紹介していく前に、これからもねイヤホンやヘッドホンの紹介をしていくのでチャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージはこのようなデザインになっています。カラーはブルー、ピンク、ベージュ、ブラックの4色あり、今回はブラックをお見せします。付属品は充電用の USB Type-C ケーブルが1本、しっかりアビオットのロゴが入ってますね。そしてヘッドホンはこのように非常にコンパクトなデザインになっています。特にアーム部分は骨組みがむき出しになっているのが印象的で、ケーブルもこのようにむき出しになっており、見せるようなデザインになっていますね。このようにかなりコンパクトに折りたたむことができるので、小さいカバンに入れる時もかさばりにくくなってますね。ハウジング部分はサラサラとした手触りのいい質感で、キラッとしたパールの光沢が強いメタリックなデザインになってますね。一方イヤーパッドやヘッドバンド部分はレザー調になっており、レトロモダンなインテリアのようなデザインですよね。では実際に装着してみるとこんな感じになっています。見てわかる通り非常にコンパクトで、重量もね約 165g とノイズキャンセリング搭載のヘッドホンの中では業界最小最軽量クラスとなっています。でこれがね同じくアビオットの WAV1 なんですが、比較すると WAQ1 のコンパクトさがより伝わるんじゃないかと思います。 WAV1 の方が耳の周りを覆うようにして装着するオーバーイヤー型のヘッドホンなので、 WAQ1 のオンイヤーの方がねファッション性にも優れているんじゃないかと思います。それに約 165g と軽量なので、頭や肩への負担も少ないですし、このようにね側圧も結構弱めで、これ柔らかいんですよね。かなり側圧弱めにできているので耳もね痛くなりにくいと思います。ただ側圧がね弱めなので頭を振ると少しちょっと動いてしまう感じはありますね。落下するほどではないんですけど、あまり激しい運動をするには向かないかもしれません。でもね防水性能は IPX4 あるので、軽く運動する程度であれば落下する心配もないと思いますし、汗がついたりね雨がついてしまう程度であれば全然問題なく使用できるようになってますね。で首にかけてみるとこんな感じで、ファッションアイテムとしても使えますし、装着した時もあまりここがね出っ張んないので、装着した時のシルエットも非常に良くて、装着時もおしゃれに使えるっていうのがポイントですね。そして再生時間はなんとこれだけ小型軽量ながら最大55時間と結構長く再生できます。1日ね5時間使ったとしても11日間は使える計算ですから、充電頻度も少なく済みますよね。それに10分の充電で最大5時間も再生できる急速充電にも対応しているので、充電が少なくなっても短時間の充電で使用できるようにもなっています。これだけコンパクトで最大55時間も使えるっていうのがバッテリー面の技術に長けているアビオットらしくて、再生時間に不満を感じる方は本当に少ないと思います。それから音質についてですが、低音から高音までねバランス良くて、ボーカルもねしっかり前に出てくるのでかなり聞きやすい音質ですね。この価格帯、低価格帯だとよくある低音強めのね迫力重視の音質ではないので、聞いた時のインパクトがねすごくあるわけではないんですけど、バランスがいいからこそ聞き心地も非常にいいですし、聞けば聞くほどしっくりくる絶妙な音質になってますね。低音は強調した感じもなく自然な質感で、よくあるねバスドラムのアタック部分だけを強調した感じではなく、響きもねしっかり感じられるゆったりとした音質ですね。小型軽量ながら新開発のね 30mm のダイナミックドライバー搭載によって迫力もしっかり感じられるので、ロックや EDM も十分楽しめる音質ですね。ボーカルはしっかりと前に出てくるので存分に表現を楽しめます。柔らかくゆったりと
としたボーカル表現で、繊細さよりも歌にこの厚みのある力強さが印象的ですね。高音もね、ゆったりとした余韻を楽しめて、クラシックを聴いても高音に不足感はないですね。ゆったりとした広がりで刺激も少ないので、長時間聴いても疲れにくく、心地よく聴けるのがいいですね。なので低音から高音までバランスよく、ゆったりとしたね、柔らかい音質で、オールジャンル楽しめますね。まあ、聴いた時のインパクトがすごくあるわけではないんですけど、聴き心地が良くてね、このね、耳馴染みがいいんですよ。もちろんこの価格帯だと結構多い低音強めのね、迫力重視の音質も全然悪いわけではなくて、まあパンチがあってね、楽しく聴けるとは思うんですが、いつも例えるならコーラとかの炭酸飲料っていう風に言ってるんですけど、飲んだ時のインパクトはあるけど、毎日飲むとなるとさすがに飽きてくるんじゃないかと思うんですよね。やっぱりヘッドホンは一回買ったら長く使うことになると思うので、 WAQ1 みたいな、まあいい意味でね、水みたいな音というか、飽きの来ないね、ゆったりとした音質は本当に長く愛用できる絶妙な音質だと思いますね。それに充電するときに使うここのね、 USB Type C 端子に、まあお持ちのね、 USB Type C ケーブルを挿して、で反対側を、まあ、スマホやパソコンに接続することで有線でも音楽を楽しめます。まあ iPhone15 やね、 iPhone16 も USB Type C になっていますし、ノートパソコンにもね、 USB Type C 搭載がほとんどだと思うので、まあカフェで休憩するときとか、何かパソコン作業するときみたいな、あまり動かないときにね、有線接続すると充電しながら音楽を楽しめて便利だと思います。それからオンイヤー型では非常に珍しいノイズキャンセリングにも対応してます。僕のね、使った感覚で10段階で強さを表現すると7点くらいですね。もうものすごい強力というわけではありませんが、電車に乗った時のゴーっていう低い走行音、一番この耳障りに感じるノイズを中心にしっかり軽減するようなノイズキャンセリングに感じましたね。ただまあ人の声とかね、比較的高めなノイズはあともう少し軽減できるといいなと思ったので、点数にすると7点ですね。でもね、正直印象としてはかなり好印象で、やっぱりコンパクトなオンイヤー型ですから、まあスペースやね、遮音性の関係もある中で、本当にこのうるさく感じる低いノイズを効果的に軽減するように作ることで、しっかり実用的なノイズキャンセリングになってますから、オンイヤー型でね、ノイズキャンセリング搭載が欲しかったという方はぜひチェックしてほしいですね。それから周りの音を聞くことができる外音取り込み機能も10段階でレベルを表現すると9点ですね。今これ外音取り込み機能オンにしてるんですけども、めちゃくちゃクオリティ高いです。もうヘッドホンをつけてないのとほとんど変わらないレベルで、しっかりね、周りの音を取り込んでくれますから、まあ、例えばね、レジで店員さんとやり取りすることもできますし、まあ、電車のアナウンスなんかも全く問題なく聞こえますね。まあこの価格で9点なら正直文句つけようないと思います。非常にしっかりしてますね。それから操作性についてですが、右側にね、物理ボタンが搭載されていて、 NC ボタンを1回押しでノイキャンや外音取り込み機能の切り替え、3回押すと音量制限モードオンにできて、最大音量を制限することで耳への負担をね、少なくしてくれます。これはお子様に使ってもらう場合に、まあ音量ね、上げすぎちゃうのが心配という時にオンにするといいと思います。でその下にプラスボタン、電源ボタン、マイナスボタンが搭載されていて、その下にですね、充電用の USB Type C 端子が搭載しています。操作方法一覧がこんな感じになっていて、プラスボタン1回押しで音量上げ、長押しで曲送り、マイナスボタンを1回で音量下げ、長押しで曲戻し、で真ん中のボタンを3回押すとゲーミングモードをオンオフできます。低遅延にできるので、ゲームや映像を楽しむ時にオンにすると遅延を気にせずに楽しめるようになります。こんな感じで一通りの操作をね、物理ボタンで操作できるようにうまくね、これ配置されていて、親指で簡単に操作できるように設計されていますから、使いやすさも問題ないと思います。ただね、アプリには対応していないので、操作内容を好みにカスタマイズすることはできません。まあ、全ての操作がね、この物理ボタンに割り当てされているので、あまりね、ヘッドホンに詳しくない方でも使いやすいように最初からなってますから、気軽にね、カジュアルに使えるということですね。それから2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しています。今ね、ここにあるこのデスクトップのパソコンとこちらの iPhone 両方に接続できているので、パソコンでね、オンラインミーティングに参加した後にそのままスマホで音楽を聴いたり通話することもね、このヘッドホンでできてしまうので非常に便利ですよね。いちいち接続を切り替えたりする必要もありません。では通話音質を確認していきましょう。はい、これはですね、アビオと WAQ1 で録音した通話音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこれがピンマイクの音声ですね。まあ、このスピーカーから車の通りが多い道路沿いの音をね、流して騒がしい環境を再現しています。バイクの音も結構聞こえますね。はい、でこちらですね、 WAQ1 で録音した通話音声になります。どうでしょうか。しっかりノイズ除去できてますかね。音声の感じはどうでしょうか。
はい、今ですね録音した通話音声確認しました。めちゃくちゃ良くないですか。この価格でこの通話音質だったら十分だと思います。まあ、音声もクリアだし、ノイズもねしっかり除去できてましたね。 AI を活用したアルゴリズムを搭載しているということで、やっぱり AI の技術ってすごいんですね。これなら通話でも問題なく使えると思いますし、オンラインミーティングでもね十分使えるクオリティだと思います。はい、ではですねメリットデメリットをまとめるとこんな感じになっています。デメリットはですねアプリに対応していないことくらいですかね。音質をカスタマイズしたりとか操作内容を好みにカスタマイズするっていうことはできないので、ここは把握しておいてほしいところですね。まあでもこの価格、そして小型軽量でファッションアイテムとしても使えるデザインを考えると、やっぱりね気軽に使える方がいいと思うので、アプリでねカスタマイズせずとも最初からね使いやすくまとまってるのがいいなと思いましたね。これから寒い季節になりますから、ヘッドホンはぴったりだと思うので、気になった方はね下にリンク貼っておきますから、ぜひチェックしてみてください。それではこの動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ラダマオでした。